はい、皆さん、X ありきのね、セラちょっと見ていきましょう。 XLM のね、ニュースがね、まあちらほら、多く見られますね、ちょっと前よりね。はい、ということで、まああれだけね、目立てば話題にもなるよねってことですね。はい、まず一つ目なんですけど、少し紹介しますが、このね、上昇トレンドだけどね、まだね、持続するんじゃないのと、ね、そういう内容になっていますけど、少し読みます。ステラ、69% 急騰、 0.91 ドル過去最高値に接近。ステラ XLM は最近勢いを増しており、現在 0.52 ドルで取引されている。これは過去1週間で 127% 増加である。開発力の強化が XLM を過去最高値の 0.91 ドルに近づけている。同価格は2018年1月に最後に達成されたものであると。XLM のオープンインタレスの上昇は、市場活動の活発化を示し、投資家の強い信頼を確認している。土曜日にはトークンのオープンインタレストが過去最高の2億9100万ドルに達した。オープンインタレストは未決済または未清算の先物やオプション市場の契約総数を測定する。価格上昇中にこれが上昇すると、新たな資金が市場に流入していることを示す。これにより価格の上昇が強化され、市場の強い確信を示す。 XLM 市場のこの傾向は、トレーダーがその上昇の持続性にますます自信を持っていることを示唆しており、価格がさらに上昇する可能性があると、はい、いうことで、はい、続いて XRP いきますか。 XRP はね、まあ、2人のアナリストが出てきます。まあ一応ね、3人出てくるんだけどね、この記事の中に。で、2人とも、今月末、ね、2ドルいくっていう話ね、してるね。はい、ということで読んでいきますね。XRP の価格が11月末までに2ドルに達するのでしょうか。暗号アナリストの〇〇ブルクリプトと、〇〇ブルクリプトは、XRP の価格が今月末までに2ドルに上昇する可能性があることを示唆している。〇〇ブルクリプトは、2ドルへの上昇はビットコインの価格に大きく依存すると警告しました。暗号アナリストのエグラグ氏は、2ドルへの上昇が2桁への道を開くと、示唆していると。はい。うん。暗号アナリストの〇〇クリプトと〇〇ブリクリプトは、 XRP の価格が11月末までに2ドルに達する可能性があることを示唆していると。しかし、〇〇ブルクリプトは、 XRP がこの目標を達成するのを妨げる可能性があるものについて警告しました。ということでね、まあこれ読んでいくと、まあビットコインのね、価格に影響されているから、まあビットコインが重要だよねってことを言ってるんだよね。はい、ということでね、まあこっちがね、まあテザー建てだね、うん、テザー建ての XRP、 そうだね。はい、でもう一つが、まあ、うん、ドル建ての XRP だね。これが今のチャートだよね。うん、はい、ということでね、まあこの人の分析によると、うん、ここで 1,2,3,4,5 で終わっていて、ね、今下げの調整やっていて、もうここら辺でね、またね、反転する必要があると、まあそういうことを言ってます。はい、ということでね、3人目の人が、まあ、ここに出てくるんだけど、この人はネットフリックスのね、過去に紹介しましたけど、と同じチャートをね、作ってね、ものすごく上がると。だから長期的にね、これはね、持つもんだと、ね、忍耐が必要ですよって、ね、言ったことがある動画で、動画の中でそういうね、話したことあるんだけど、ね、その人の、話すると、X の投稿で暗号アナリストの〇〇クリプトは、 XRP の価格が2ドルに上昇することで、暗号が2桁に達する道を開く可能性があると示唆しました。これはフィボナッチチャンネルが 0.236 が2ドルへの完全に整列していることを明らかにしたことによるものです。この暗号アナリストは、適切なニュースと触媒があれば、 XRP はすぐに重要なレベルを突破し、その後本当の FOMO は2ドルで始まるだろうと述べました。〇〇クリプトは、フィボ 0.5 レベルに達するだけで XRP の価格が2桁になると述べています。彼は歴史的に暗号はこのフィボナッチレベルを上回り、少なくとも 0.720 に達したと、指摘しました。はい、ということでね、うん、0.720、 緑のねラインだと思うけど、うん、ね、ここが整列してるって言うんで、言ってんだよね、 1,2,3 ね、ここで、うん、整列してるから、これを突破するともう2桁に行くと、まあそういう意味なんだと思いますけど。はい、ということで、まあチャート見ていきましょう。はい、それで XLM のね、これ週足円建てになりますけど、68円ということでね、うん、前回動画上げた時ね、ちょうど91円ぐらいだったかな、ね、それからまあ68円まで落ちてきました。で、これで、まあ、1回目の、ね、上昇が、ね、終わったんだというふうに、まあ、見てるわけですね。うん、日足、はい、
冷やし、うん、68円のレベルはこの上の2個目の山だよね。2個目の山、うん、2個目の山だね。今ここで止まっているんだね。はい、ということで、まあ過去の遡るとですね、まあここはね、あの割らないよって言ってきてるラインが一応ね49円だけど、まあこれはあれだね、もうここまで落ちないんだろうね、多分ね、うん、多分だよ、うんね。だから69円か49のこのサポートっていうのは、まあ結構あるよね、うん、ね、あの価格で言ったらね、68から49だからさ、まあ結構ある、うんね。はい、ということで、これちょっとね細分化しました、うん、はい、ということでね、 XLM これ4時間になりますけど、ね、カウント取りました。はい、ここから始まります。ブルクリプトはね、まあちょっと違うんだけど、まああっちは XRP だけどね、うん、まあチャートだけど同じ動いてるからね、同じカウントになる可能性は十分あるんだけどさ、ね、ここで A ですね、スコースタート、うん、ABCDEFG です。はい、ということで、まあ、G っていうね記号はないからね、途中で割ってるんだけど、で今作業をやっているんだと、ね、いうことで、これが修正波になります。で今この68円っていうレベルは止まる可能性があります今ね、だから49まで落ちないとね、落ちちゃうと49までいっちゃうね、おそらくね、うん、だけどここで下げ止まってまたね上昇していくんだと、ね、今ちょっとそういう風に見てます自分はね。この形でもうすでに調整が完了している形になってます。この安値を切ってること、この安値をね、まあ一応切ってるんだけど、ん、切ってないのかな、あ、切ってないのか、チャートによっては切ってるものもあるんだよな。え、俺のチャートがおかしいのかな、うん、まあ切ってても切ってなんでもどっちも調整完了してる可能性があるね。はい、ということで皆さんここから期待していきますよね、68円から上昇再び始まると、まあそういう風にちょっと見てます。ただまあ多分っていう話でね皆さんね。はい、ということで、まあこのね動画の分析を味にして売り買いしないことね、いつも言ってますけど、はい、続いて XRP いきましょう。 XRP 213円と高値圏でね止まってる、うん、はい、ということでね、まあこの後の展開なんだけど、これもね同じなんだけど、あのカウント取りました。で、こっちでね取ってきた ABCDE っていうね、この調整の階層と同じ階層になってます、この ABC はね、うん、っていうことで、こっからスタートします。 ABCDEFG で終わっている、うん、で今あの調整まあしてると思うんだけど、これがどこで止まるのかという問題についてはもうここで止まってる可能性があります。可能性ね皆さん、何回も言うけどね、そうこっちがそう下割ってるんだね、うん、XLM は割ってないんでいいんだね。はい、だから XRP と XLM、 XRP 見て、あ、割ってるな、ここで割ったんだなって思っていて、それは XRP のことだったんだけど XLM と間違えたんだね、うん、はい、ということでここで終わってる可能性があると、ね、いうことで、下げが完了してる可能性がある、うん、これ可能性の話で、はい、ということで、まあ、ちょっと分かんないけど、うん、多分っていう話です皆さんね。だから213円から新しいね、あの波動波形がね、こう波がね、あの出てくるんじゃないかと、ちょっと今そういう風に見てんだけどね、だけどなんかちょっと早いような気もするけど ね, ね、はい、ということでね、まあ XRP 一応ね、まあ上継続だということで見ています。はい、ということで本日の動画は以上になりますが、ちょっと XLM でねちょっと気づいたことがあるので、まあ、XLM だけの動画1本ねちょっと撮ろうと思います。でその中であの皆さんにねたくさんコメントもらってるんで、まあ、ちょっとねあの紹介もしていきたいとね、そういう風にちょっと思ってるので、まあちょっと待っててください。はい、ということで、ビットコインですけどね、ちょっと動画出してませんが、下げが終わってる可能性があるかなってちょっと見ているので、だったらねあの XLM も XRP もね、まあここで終わってもおかしくないよねっていうこともね、あの言えるということも含めて、まあ今日の分析はね以上になります。はい、それでは失礼します。